奈良市の高校時代に19年選抜準優勝 u 1 8日本代表入りも果たした早稲田大の飯塚秀斗投手が現役を引退卒業後は一般企業に就職するという高校時代は最速151キロを誇り19年選抜の2回戦では奥川擁する星稜と対戦 2回途中から登板し7回3分の1のロングリリーフで無失点と好投先発完投した奥川に投げ勝った男として話題になった準優勝した選抜で鮮烈なインパクトを残し周囲からもプロ入りへの期待が日に日に高まっていった注目された進路は高校時代から早慶戦と東京六大学に憧れており念願かなって早稲田大に進む しかし、入学直後、シート打撃に登板した際、肩が抜けるというか、バンみたいな音が自分の中でして、力が入らなくなった。その影響で右肩を手術。一旦は、ブルペン投球まで再開したが、痛くて。我慢しながら投げてたんですけど、さすがに無理だなって。腕がしびれて力が入らない状態だった。ピーク時は、箸を持つのも痛かった。 痛み止めなどを飲んで、どうにか耐え、練習に臨んでいたが、痛みが引くことはなかった。もともと投げ方が良くなくて、肘が低い投げ方。スピードは出たけれど、負荷は大きかった、それでも、憧れの神宮の舞台で5試合に登板。今春の立大大戦でではは先発でも登板ししたた学時代は最速149キロをマークした 学生最終シーズンの今年7月、左股関節の疲労骨折が判明した、満足に投げられない上に走ることもできない、これがとどめになったかもしれない、と競技引退を決めた大学での4年間は、やっぱり苦しかったです、スポーツ推薦で入って、その役割を果たせなかった、監督や OB 会の方々には、大変申し訳ないことをした。 二人三脚でやってくれたトレーナーもです。肩の治療やフォームとかずっと見ていただいて、それでも結果が出なくて、あとは両親だったり、自分がというより、周りの人たち、期待してくださっている方々の期待を裏切った、と謝罪が口をついた。一方で、自分としては、身のある4年間、人間としては成長をできたのかなと思う。 高校時代に感じた地元や吹奏楽などの熱狂的応援や周囲からの期待大学時代の野球に没頭できる環境を当たり前のように感じていたのが今となってはそういうのに感謝できるようになった感謝とかそういう気持ちを忘れないっていうのがこの4年間で芽生えた気がしますと振り返る高校の時に思うように行き過ぎた 山あり谷ありそれぐらい達観して見れるようになったっていう感じですたとえ今の状態で野球を続けたとしても良いパフォーマンスは出せない応援してくださる方をまた裏切る怖さというのは心のどこかであると振り返る未練はないようで吹っ切れてる感じはありますこんなこと言っていいのかわからないけれどもうボール投げなくていいのかと ちょっと解放された安心感のあるという感じも半分ある想像を絶する痛みと戦い続けた4年間の苦闘が言葉ににじむ卒業後は一般企業の営業職に就く予定今まで野球しかしてこなかったので不安は大きいけれど新しいことにチャレンジするので頑張るしかない生活かかってるのでと前を向く今後自分がプレーすることは多分ない 草野球とか遊びでもやらないと思います。完全に離れようと、また投げて痛いのを思い出したくない。もし教える機会があるのであれば、小さい子とか自分よりも年齢が下の人に教えてあげられたら。と語った。